さあ吉村さん、はい、明けましておめでとうございます。おめでとうございます今年もよろしくお願いします。年明けましたね、はい、2024年がスタートしました、はい、どうですか今年は。今年も去年と変わらず花とモルタルに囲まれてなるほど、はい、また新しいことにもチャレンジしながらということですね、はい、たくさんの人と楽しみたいと思います。いいですね、はい、まあ、そういうね今年の意気込みも含めて、はい、今日はですね、はい、ちょっとこの新年、はい、やっぱりお花ゴージャスに飾ろうじゃないかということで、はいはい、ちょっと作品紹介をね、あ、そうですね、していただきたいなということで、はい、もう今壁面にはずらりとね、はい、たくさんの作品並んでますけど、はい、ちょっとまた雰囲気が違うね、はい、これはちょっと新年を意識した作品と。そうですね、ちょっと華やかなものも加えてっていう感じで。いいですね、はい、やっぱり2024年最初の動画がこういうね華やかっていうのがね、はい、素敵じゃないですか、はい、じゃあちょっと見ていきましょうか。じゃあ早速いいですか、はいはいはい、ね、これ何を隠そう、あの去年デモンストレーションでやった作品です。あ、これそうですね、はいはいはい、綺麗に仕立て上がったものが馴染んでさらに良くなってるでしょ。本当ですね、はい、へえ、やっぱりあのお正月っていうと白が綺麗ですよね。素敵やな。あの時作ったやつでもこうしてねちょっと、はい、ね、飾ってね他のやつと組み合わせてみるとね、うん、はい、また風景も変わるし、はい、あの時はなんかこうやっぱり黒が気になったけど、うん、やっぱり年が明けたら白に目がいくかなってなるほど、ね、不思議やっぱりその時その時でやっぱり色味とかね、はいはいはい、意識するっていうのがありますもんね、はいはいはい、またゴージャスやなこれも、はい、っていうわけでじゃあ今度はこちらにも白があるんですよ。こちらはさらに ね、 もいいですね、うん、ちょっと小さいんですけど、うんうんうん、白にさらにおたふくなんてんの赤が加わってまたこれもね、はい、お正月新年っぽくていいですよね、はい、紅白と、はい、お正月らしい枝物が入り、うん、すごいこの岩なんてんにそれからやぶこうじの赤い実それから初雪かずらっていう風にしてねこう赤で彩ってそこにあの枝が出ているってちょっとあの和と洋と両方兼ね備えたような ね、 ねまさにね、はい、紅白でもあるし、はい、ちゃんと縁起のいい実もね、はい、赤い実もしっかりと入ってあるっていうのでこれはどちらにでもあの飾れるようなバスケットやと思います。そうですね、はい、あとハボタンもね何種類も植わってたり、はい、ちょっと色味もね変えてあったりするんで、はいはい、まあこの先ね、お正月過ぎてもね1月もこういう、ね、はいはい、華やかな気分で楽しめるっていうのがいいですよ、はいはい、そしてじゃあ今度はここはどうですか。あ、ここは確か12月にも、はい、同じ色目のものが飾ってあったんですけど、でもなんかボリュームがわかりますかね、すごくデカなってません。はい、はい、この間あの作られた方の作品を見てわー素敵な色合いっておっしゃった別の生徒さんが、そうなんですか、はいはいはい、花の株数から言うと同じか少ないかもわからないぐらいですよね、ってことは使う元々のお花の株の大きさが違う、はいはいはい、そうですね、もふもふっとこう熊さんのぬいぐるみのように丸く大きくっていうようなイメージで丸葉の大きなハボタンをこうたくさんこう詰め合わせてしてるから、うん、こう同じ均等にこう輪っかになってあの膨らみが大きいわけです。こんなに印象変わるんですね、はいはい、じゃあちっちゃいミニのサイズの組み合わせて作ると可愛く仕立てられるし、そうですね、落ち着いたトーンのね、はい、うん、黒系っていうのもね、はいはい、ハボタンも色も映えますよね、はい、この中に入るとかっこいいのに可愛いですよ ね、 ねだから黒竜とかビオラもね、はい、黒に近いトーンとかアジュアにパープルステムでしょ、うん、これこの濃い紫色がこう詰め合わされてる、縁取りもね、はい、ちょっと白っぽくなってたりとか、こういう組み合わせも大事なんですね、はい、なるほど、素晴らしいですね、はいはい、じゃあ次行きましょうか。そしてこれですね、これも独特やな、はい、これそうですよね、これはこのマゼンダ色っていう小豆色、うんうん、このピンク系のね、そうですね、濃淡が基調になってるんですけど、このなんか不思議マルモドルチェっていうハボタンを中心にして、うんうん、そこからシクラメンがありアイスイザベラ、イザベラ、うんうん、
この先の方にあのほんのり色がのり軸がこう赤くてっていうね、これがあの全部つながってるわけですよ。確かにこのハボタンとヘイベのこの色変わりがなんかつながってるように見えますね。でつながってさらに濃い色でこの金魚草のブロンズドラゴンの葉っぱのこの、はい、裏が赤いでしょ、周囲を覆うように入ってますね、うんうん、赤くて中は黒いっていう、でギューッと引き締めてかっこよくしてやる。でこの黒っぽい色とこのまたパープルステムとがあのつながってパープルステムも効いてますね、はい、ここに配置されてることで、はい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 、すごく渋いのに派手やかですよ ね。これ今正面から見たら丸いけどちょっと横から見たらね、はい、横から見てもすごく飛び出してくるような、う、うん、飛び出してるけど基本は丸いんです。丸いんですよ、綺麗、うん、な、ね、うん、丸の中から線が出てるからこうなんかあの暴れた感じがしないって、なんか壁面からこう半球体がポコッと出たようなぐらいの印象ですけど、躍動感がある、躍動感があって、まさに新年ね、はい、今年躍動するぞっていう、はい、そういうね、はい、作者の意図を感じたり感じなかったり、そうかな素晴らしい作品です、はいこれ、はいはい、そしてこれは去年、これ下に置いてありましたね、そう組んであったものをこうまっすぐ上げたら作品になりますよって言って置いてたやつです。それがこんな風にあの可愛く仕立て上がってるんですよ。す結構馴染んできてるんですね、ネメシアもこう上向いて上がり、ね、ビオラも上に上がって、全部がほらちょっとこう上を向いてコロリとまん丸なのにべったりしてないっていうね。ハンギングバスケットには作った時から、はい、やっぱりこう日数経てば、はい、どん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 向きも落ち着いてくる、はい、自ら修正してくれるってことなんですね、はいはいはい、だから組み合わせが良ければ綺麗になるしっていうことです、うん、いやこれもすごく ね明るい配色で、爽やかでね、はい、ビオラも可愛いし、はい、もう早くも春を感じさせるような、もう早春ぐらい意識しちゃいますね、うん、これは、はいはいはい、うん、ちょっと大人っぽいですよね。このハブタンもね、はい、黄色クリーム系の白ですよね、うんうんうん、はい、これもなんか上品でいいですよね。そうですね、いい子、これもいい子、これもいい子、はいはい、じゃあこことつながって、はい、またこの色がこっちにも入りますよっていう形でこう白がつながってるんですけど、これはまたあのパープルステムが大小ってちょっとこう向きをこう変えてここに入ってるとこが憎いでしょ、すごい、うん、この配置がねとっても心にくく入りながら、そしてこう入ってこう入ってっていう感じでね、きちっと放射状に入ってるんですよ、うん、で、あの放射状に入りながらこれあのベナっていう品種だと思うんですけど、この葉脈のこの美しさをこっちにつなげてるんです。ああ本当や、うん、ヒューケラのこれゴールドゼブラっていう品種なんですけど、この葉脈美しいでしょ、同じね、はい、この筋がね、はい、渋いこの黒っぽい色にこんな黄色の派手やかな子が、うん、入っている、これがものすごくちょっと効いてますよね、うん、このビオラもやっぱりこのパープルステンの横にいるこの色合いのトーンっていうのもやっぱり意識してる、はい、そうですそうです、これこの色とつなぎ、うん、ここにつなげてるんですよね。あ、確かに、でピョンピョンとね、あのこうべったりならないように少しだけ飛び跳ねながらこう全体を取り巻いてるってこう可愛いと思いませんか。そうですね、うん、でそれに対して今度はこのオレアリアのアフィンがまたピョンピョンピョンとこう出てるって、これも憎いですね、跳ねてるようにね、はいはいはい、なるほど、はい、いやこれはだから去年の12月ね、はい、吉村さんがこの今年のハボタンのおすすめ、はい、パープルステンって言っておっしゃってたように、はいはいはい、やっぱり新年になってもね、はい、これはやっぱりね、はい、ちょっと中心に添えたいものなんですね、はい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 、まあ、あるとないのとで全くね、うん、作品のあんまりそのハボタンらしくないこうカラーリーフとして使えるようなものやから、ね、うん、ずっとこうあの春まであのいけるっていう意味で使えると思います、うんうんうん、うまく使いたいアイテムですね、うん、そうですね、そうですね、はい、でこれは去年の作品ですね、こちらは去年の紹介した、はい、やっぱりちょっと、はい、育ってますね、育ってますね、はい、形がね、はいはい、でやっぱりこの花が開いて、うん、
あのハボタンがお花のように見えますよね。そうですね、うんうん、ハボタンもやっぱり変化するんですね、はいはい、周りがちょっとねこう伸びてきてるというか、はい、お花のように見えて、あの春らしいというか新年らしいというかね、こういうのも1ヶ月単位で変わる姿見ながら楽しんだり、あとはちょっと整えたりしながら、そうですね、切り戻ししたりとか、そういう作業しながら楽しんでいただく、で変化していくんです。だんだんハボタンが縮んでいって周りの草花が押していくと変化っていうのがね、一つの楽しみではありますね。そうですね、はい、退屈しません、はい、あとこちらの奥も、ここもいいでしょ、雰囲気前と12月と変わりました。わかりますか、はい、何かこう作品も変わったような気がします。そうなんです。ここあの黄色が 1,2,3 点セットでね。あ、そうですよね。ここ新作なんですよ。わあ、こっちもなんか新春っぽくていいんじゃないですか。はい、黄色もね、はい、華やかいし、はい。黄色のバラにジュリアンのマスカットジュレに、そしてビオラの黄色っていう風にしてつなぎながら、いいね、背景の色がほら。ちょっと白っぽい黄色じゃないですか。そうですね、うんうん、ここに光が差すと本当に最高。あ、いいですね、はい、素敵ですね、はい、このスタンド、これもちょっとクリーム色に塗ってあるのが、このバスケットにこの優しい色合いがね、モルタルとも合ってるし、うん、作風とも合ってるし、はいはいはい、あとやっぱり壁にかけるイメージありましたけど、こういうかけ方もあるんですね、うん、そうですそうです、うん、もうこれね、うん、壁にかけるよりちょっと斜めにして、なるほど、ね、こうあの 目が合うようなね、上からの目線で見て楽しめるっていうのと、そういうのが似合うあのバスケット屋からここにかけたんです。またこれからね、あの早春そして春へと移り変わっていくんで、はい、その時もまた、そうですね、はい、どんどん変わっていきますから、また来てくださいまたよろしくお願いします、はい、ということで2024年、はい、吉村さんのハンギングバスケットを紹介いたしました。今年もよろしくお願いします。